皆さん、おはようございます。おはようございます。お久しぶりです。再チャンネルです。はい。諸事情によりなかなかアップができず申し訳ありませんでした。2020年初めての投稿、よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、森永さんから出ていますチョコレートのシリーズ、カレードショコラのルビーカカオをいただきたいと思います。はーい。このルビーカカオはですね、今希少価値でしたっけ、ちょっと少ないっていうことで、ね、うん、ちょっとなかなかこれが出るとですね、すぐ売れてしまうっていうチョコを近くのドラッグストアでゲットできたのでいただいてみたいと思います。やっぱパッケージに入ってるとこっちがチラチラするから、早めにそれを剥いてからよく見せようかな。はい、気になっちゃいますよね。こんな感じです。いいですね。ルビーカカオ、ね、無着色ですね。カレードショコラルビーカカオ、厳選されたルビーカカオ豆由来の鮮やかな色と甘酸っぱい味わいはこれまでにない新しいチョコレートですということです。いつもの原材料名です。砂糖、ココアバター、ここのカカオマスのところがルビーカカオ 100% なんですね。そうですね、すごい。じゃあ開けてみますね。お願いします。なんかこの色に似たストロベリー味もあるけど、それと間違いがちかもしれないですね、うん、あ、これかな。このストロベリーがありますかね。じゃあ早速開けてみたいと思います。カレードショコラ自体が少しあれですよね、ちょっと価格帯が高いよね、高級品な、うん、これは298円だったっけ。でもなんかでもそれもセール的な感じだったんだよね。確かもともとは400円ぐらいするって書かれてたような気が、うん、やっぱじゃあちょっと高いのかな、ね、高いよね。見た感じもいちごチョコですよね、これだけ出されたら。これ無着色ということですが、すごくピンク色です、うんうん、どんな香りだろう。あ、なんかバレンタインを思い出すようなチョコレートの香りでも甘い香りがします。いただきます。当たり前だけど全部この色なんだね、うんうん、当たり前なんですけど全くいちご味ではありませんでね、酸っぱい、はい、うん、でもね、甘酸っぱさもある、うん、パッケージが見たいかなと思って、もうそっち側の方が説明に、本当でもこのね、色だもんね、うんうん、同じような色ですね、うんうんうん、これ無着色ってすごいですね。まあチョコって言えば茶色か白じゃない。でいちごのね、チョコは色つけてるというかね。そう、本当に、まあ、最近だと抹茶とかいろいろここにも付けてるんだろうか、うん、難しいんですよねここにはないか、うん、ない。まだやっぱ白とその、うん、まあ、黒というか、まあ、チョコレート色だよ、うんうん、いわゆる。あと特別なのも当たるっていうのがね、そこにも書いてあるけど、それはまた色が全然違うのかな。特別なカレードショコラをプレゼント、これちょっと色が分かるんですね。また違うですね、うん、特別だから見せてくれないのかなね、うん、すごいね、酸っぱいチョコレートです。でもね、後味がすごい爽やか、すごくチョコレートは甘いもので、甘いチョコが好きっていう方にはおすすめしません。ほうほうほう。だけどまったりじゃなくてちょっとあっさり酸っぱめのチョコが好きっていう方はおすすめです。フルーティーな味わいってここにもね書かれててね、食べてみないとね、ルビーチョコレートっていうのを知ったのも、うん、
私たちはねすごく最近だけど、そうで他にもあのお店に行ってみるとルビーカカオを使ったあの商品っていうのは結構いっぱいあるんですけど、あのなんかネットで見ると価格が高騰してたりして、なんかちょっとすごくこの値段なのっていう値段で面食らいましたけれども、あのドラッグストアとかで見てもしこのルビーカカオ系特にカレードショコラがあった時はちょっとゲットしてみてください。もともと生産量が少ないということでお店に入荷できる量も少ないっていうあのちょっとお話も聞いたりもしたので、もし出会うことができたらラッキーかなっていうチョコレートです。まあ、ちょっと好き嫌い分かれる味かなと思いますが、ちょっとあっさりしたチョコレート好きな方にはおすすめです。では皆さん久しぶりの投稿ですが、拙い投稿で本当にすみません。いやいやいやこれからもよろしくお願いしますお願いします。いってらっしゃい。